こんにちは、ちかです。今日はベトナムのファーストフード店、人気圧倒的ナンバーワンのロッテリアをご紹介したいと思います。ベトナムは安くて早くて美味しいストリートフード店がたくさんあるせいか、世界で人気を誇るマクドナルドとかバーガーキングとか、そういったファーストフード店がベトナム国内で展開するのに苦戦するみたいです。そうした中でね、独り勝ちしている、成功を収めていると言っていいのがロッテリアで、かなりねローカライズされていて、日本にはねないような変わったメニューがたくさんあるみたいです。私はベトナムロッテリア利用したことあるんですが、普通のねバーガーとかしか食べたことないので、今回はそういったベトナム特有のメニューにトライしてみたいと思います。ということで、今回はベトナムのロッテリアで日本にはないメニューをレビューして、人気の秘訣探っていきたいと思います。では早速いきましょう。はい、ここですね、ロッテリア。結構ね広い店舗ですね。はい、では行ってみましょう。店内はね、別にベトナム感とかはなくって、普通のねどこにでもあるようなファーストフード店の作りでね、ポップな感じで可愛い感じですね。メニューね、こんな感じですね。ハンバーガーはね、割といろんな種類があって、そこまでね変わってる感じはしないんですが、一番下がねベトナムあるあるで、ご飯のついたねメニューがある感じですね。そしてここにねスープもねつけられるみたいですね。そしてこちらがねチキンのメニューで、かなりねチキンのメニューが豊富ですね。ここサイドメニューですが、サイドメニューも少しだけ変わっていて、パイがね、タロイモのね、パイみたいな感じになってますね。はい、下の方アイスクリームですが、1つね、25円というね、激安ですね。上の方にもね、こんな風に大々的に載っています。そしてね、ここの方にプロモーションでセットにすると安くなるよっていうね、感じですね。はい、ということで帰ってきました。開封していきます。商品全部並べたので、一つ一つ紹介していきたいと思います。ここのね3つがプロモーション中で、単品料金でコーラ無料でついてくるので、私1人なんですけどコーラが4つということになってます。最近はね全部で16万9000ドル、約ね850円でした。はい、まずね新商品の焼き鳥、これが1つ3万ドンでした。コーラセットですね。はい、そしてねこちらも新商品、クリームソースのフライドチキンのせいパスタですね。これが4万5000ドン、これもねコーラセットです。そしてもう一つパスタ、これがトマトソースのハンバーグパスタかな、これが3万9000ドン、これもねコーラセットです。はい、そしてねこれがベトナムらしいねコムガーのセットですね。これは醤油ベースのフライドチキンにご飯がついたランチメニューです。これランチ価格で3万5000ドン、これもねコーラセットでした。そして最後にこれがタロイモのホットパイを買ってみました。これはね1つ2万ドンでした。はい、ということでね食べていきたいと思います。じゃあまずは新商品のねこの焼き鳥からね食べてみたいと思います。うん、おいしい。でもね見た目日本のお惣菜の焼き鳥と思って食べたので、かなりねスパイスが効いててびっくりしました。すっごい東南アジアの味がしますね。五香粉みたいなね香りがするのかな。そういったなんか日本のね甘辛焼き鳥みたいな感じとはね全くね違います。でもすごいねプリプリしてて美味しい。うん、味しっかりめなのね、なんかご飯とかとね合いそうなチキンです。はい、うん、美味しい。コーラはねペプシです。コーラはねペプシです。コーラはねペプシです。はい、ではねまたこれも新商品らしいので、ね、食べてみたいと思います。クリームパスタですね。クリームパスタにフライドチキンが乗ってるやつ、すごいねチーズの香りが強いので、チーズクリームって感じかな。はい、ではいただきます。美味しい。
日本のねイタリアンレストランとかで食べるパスタでは全然ないんですけど、すごい子供が好きそうなお弁当パスタって感じで、これはねこれで美味しいです。ベトナムってチーズって言ったらね、結構クリームチーズ使ってあるところ多いので、ここもね普通のチェダーチーズとかの味っていうよりはクリームチーズのね味がするので、すごいね優しいチーズの味です。そしてねチーズクリームのチキンを食べます。うん、これはすっごいサクサクのねチキンにチーズクリームがね乗ってね、パワーアップした味で美味しいです。うん、パスタと合うかっていうとちょっともう別物って感じですね。クリームパスタにチキンのセットで乗ってるって感じかな。では次のパスタ食べてみます。これすごいね豪華ですね。39,000円で200円以下なのにね、かなりなんか大きなハンバーグが乗っているので、これはお得なのかなというふうに思います。結構ね、いっぱいね、トマトソース絡んでありますね。ではパスタからいきます。うん、これもね、日本のイタリアンレストランで食べるようなパスタとは違って、やっぱりやわくてお弁当パスタっぽいんですけど、味がね、すごい日本のナポリタンに似ていて、昔ね、遊園地で食べたようなパスタの味をします。どちらもね、このパスタはなんか子供が好きそうというか、子供時代を思い出すような懐かしいパスタです。はい、ではこのね、ハンバーグ食べてみます。うん、美味しい。なんかあんまりね合成肉っぽい感じがしなくって、これねすごいね炭火焼きの味がする。あのねブンチャーに入っているハンバーグ、そういう感じですね。すごいなんかベトナムっぽいつくねって感じです。うん、美味しい。うん、はい、そして最後ご飯のセットですね。これが一番ねベトナムのファーストフード店感満載って感じですね。このねセット、ここがご飯で、こっちにね野菜が入ってます。トマトとねレタスの横の方にこんな感じで、コールスローがね割とねいっぱいね入ってますね。ではねコールスローから食べてみたいと思います。うん、美味しい。これは普通の安定のコールスローです。美味しい。チキンにはねコールスロー合うので嬉しいですね。うん、はい、では肝心のねチキン食べてみたいと思います。めちゃめちゃね大きい、拳より大きいですね。ほらこんな感じ。なんか顔がでかいからあんま分かんないかもしれないんですけど、すごいね大きいです。いただきます。めっちゃ美味しい。すごいチキンをタレでまぶしてあるのに、衣はねすごいサクサクで、このねタレが絶妙で、なんとも言えない味で美味しいですね。日本の照り焼きみたいなね感じの甘いソースではないんですが、まあ、そもそもね醤油が違うからかもしれないんですが、醤油味といっても日本人の感じる醤油とはねなんか違って、すごいねスパイスとか効いててね、かなりね美味しいですねこれは。うん、しっかりめのね味付けなので、ご飯ともね相性抜群です。ご飯もね割とねごっつい感じで入ってます。おにぎり1個分よりは多いって感じなんで、ランチ35,000円でコーラもついてってなるとね、これはね割とねあの屋台のストリートフードのね対抗勢力になりうるかなっていう風なコスパの良さですね。うん、お弁当がこれだったらね嬉しかったなっていう感じです。うん、ではちょっと味変ということで、一回デザートを挟みたいと思います。デザートなのかわかんないんですけど、タロイモだからね。
すっごい謎のもちもち感を誇っています。ほら、タロイモだから可愛い紫はい、ではいただきたいと思います。すごいパイがね、もちもち。なんかマックのアップルパイはすごいサクサクっていう感じだけど、これはね、すごいもちもちってしてるから、あんまんとあんもちの間みたいな感じで、すっごい美味しい。中もね、そこまで激甘ではないね。このあんがすごい美味しい。うん、最後の方に口の中にね、タロイモの風味が広がるんですけど、基本的にね、もちもちしたあんパイを食べてるっていう感じです。ということで、今回はベトナムのロッテリアで日本にはないメニューを食べてみました。全メニューね、どこかベトナム風味、ベトナム料理を彷彿させる味というのがね、ベトナムのロッテリアならではだなというふうに思いました。そういったローカルの人に愛される味付けメニューというのはもちろん人気の秘訣だと思うんですが、最大の人気の秘訣はやっぱり安さにあるなと思います。ランチセットが 35,000 の120〜130円なので、そこはね、他のファーストフード店にはない圧倒的強みだと思います。コンビニのサークル系もそうですが、ベトナムのローカル人気を取るためにはね、価格が勝負だと改めて感じました。日本にもロッテリアあるんですが、ベトナムのロッテリア一味違うので、小腹が空いた時とかに安いのでね、立ち寄ってみたら楽しいんじゃないでしょうか。ということで、ベトナムのローカライズされたロッテリアも面白そうだな、行ってみたいなと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、バイバーイ。